怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおうか。あら、出直した方がいいかしら。でもダメ、面倒だもの。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼう、たゆまぬ絆を。忠勝、お前は人知れず無理をしすぎなんだ。頼むから、それ以上わしを心配させないでくれ。今からでも手を取り合えたらと、そう思うよ。わらわはめでたいだけ、あなたは勝ちたいだけ。困ったわ、どうしましょう。わらはいい感じ。お色直しの時間ね。忠勝、まだ無茶はするな。忠勝、そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。そう、大いなる絆の力で。時に備え、俺らは武具を用意しとこうぜ。一人のために兵士総出て、これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになります。お前が見せる力か、絆か、別の何か。この戦、勝てますぞ。5つで満足する、竹取りの姫じゃなくってよ。わらわには露骨すぎる陣ね。誰かにあげるわ。戦っても捨て逃げでも貴重な兵糧が、武力、俺たち数千人分壊れてやる。いいよ、残酷なものだ。よかった、だいぶ顔色が戻ってきたな。
除けできぬ。この陣はもうダメだ。一旦引かねえ、総崩れだぞ。すまないな、みんな。もう少しだけ耐えてくれるか。お任せを。総計に過ぎたということは重々承知しているよ。この世の敵と見なすか。そうかもな。少々待っておる。体の筋を伸ばしている最中なのだ。マリア様。ああ、マリア様。マリア様。もう涙もねえ。忠勝様、もう一度見たかった。わらわと書いて美しいというの。ねえ、知ってて。確かに。そこのあなた、帯を締めるのを手伝って。一人で挑んではダメだぞ。周りの者と息を合わせるんだ。一切承知。そんな、よりによってあの武器を。それ以上失敗したら怒られるぞ。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、あえて体にはいいかも。立ち上がれ。主の心を裏切ってはならぬ。燃えよ、幕炎。くっ、歯車が欠けてしまってはもう。お供します。さあ突っ込みましょう。わらわを楽しませなさい。
不甲斐ないの？それとも最初から？今は豊臣じゃねえ、家康様のために戦える。それが嬉しいんだ。残されし場に我らの意志を集わせましょうぞ。ヤバいか、ヤバくないかって聞かれるな。実にヤバい。有能が効いて呆れるわ。姫様もお美しい。マリア様はさらにさらに。あの方にとってみれば将校の業も大差あるまい。重いよこの鉄槌。お前はそこまで優しくいられるんだ。そんな鎧脱ぎ捨ててしまえばいいのに。なんならわらわが先に。冗談よ。心なしか。忠勝様のお体が死んでいるような。お前の勇姿はわしの無念だ。わらわを楽しませなさい。わらわ痛いよ。安心して、重ねるうちにすぐくせになるね。もしそのまま力に溺れゆくというのであれば。理解した。わらわの価値がどれくらいか楽しめなかったと言ったら嘘になるかしら。わしの祈りはお前の胸に。今度もまた傷なく戻ってきてくれ。わらわを楽しませなさい。合格よ。この柔肌を傷つけるの？みんなが怒り狂うわね。これ以上敵を血に染ませるのは気に食わねえな。
熱く燃えたぎれ。さあわらわを引き立てて。わしらの姿でみんなに希望をもたらそう。あなたたち長政の兵より弱いなんて致命的ではねって。今はとにかく兵を失えない。無理をさせてすまないが、お気をつけくだされ。キャッツは尋常ではありません。お気をつけくだされ。尋常ではありません。合格よ。戦においてもただ勝つ、それが戦いだ。あまりはしゃぎすぎると子供っぽくてよ。我らが主を信じよう。ほんの一時耐えるまでぞ。いや、そうじゃない。こ
こうして掴むからこそ価値があるんだよ。強力だな。念のために言っておくけど、わらわは長政より強くてよ。お色直しね。あれは強き者も弱き者も絆の前では皆平等だ。お色直しの時間ね。どれだけ押し込まれようとも主を裏切りはせん。な、鎧武者を相手に見つけた絆、なれ合い。なんですかそれ。筋金入りのアホだね。閻魔帳に乗るくらいだしね。何も言わずとも支えてくれる、そんな絆の温かさ、きっとお前にも分かる日が来るよ。ダメじゃない、虫はきちんと退治しないと。やばいよ、うれしいでよ。心という名の深き川にぽつりと佇む一つの扉。そう、わしはお前の江戸に触れ合いたい。もうやめろ、走るのも汗をかくのも嫌いなの。お色直しの時間ね。この戦場でただ一人武器を持たない男か。追ってくるなよな、絶対に追ってくるなよな。熱く燃えたぎね。さあわらわを引き立てて。私の負けだな。見事な腕前だった。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけどやっぱりやめそう。だってあなたじゃ満足できないもの。